なんかそのやる気出てきてから結構料理出しとか見るようになって、はい、でまあ、こんな世界あるんだなと思った時に、うん、そのフロレージュの話伺って、うん、で研修行ってみたいですって言って行って、うん、とんでもねえぞとこの料理のやってることが違いすぎて、あ、なんじゃこりゃ。で今はなんか結構ああいうサステナブルに注力されてる人とかするんですけど、はいはい、一番最初の店舗の時はもうちょっとフランス料理売りで、あ、そうだったんですね。まあ、なんかしっかり美味しいけど、うんうん、独創的っていう形で、そうなんですか。じゃあここで働きたいですっていう感じだったんですか。で、思いつつも、うん、やっぱ空きがなかったんですよ、うんうんうん、ちょっとなんかふわっとこう働けないんですかねみたいな、うん、ちょっと問いかけてたんですけど、はい、まあ、空いたら教えるよみたいな感じ で、それでなんかちょうど東北の大震災があったりとかして、はいはい、でその後も何回か研修行ったりとかして、うん、お店が暇になっちゃって、はい、時間もったいないんで、うん、フロイレージは毎日毎日だって聞いて、はい、研修たまに行ってとかってやり取りしてるうちにそのフロイレージで欠員の策をして、はい、まあ、その時にちょっと誘われて、そのタイミングで、うーん、じゃあ すぐ読められたんですね、そのお店、うん、なんかステップアップすることにはすごい理解があったんで。あ、そうですか。殺されはしない。フロリレージャーもまあ毎日満席だったんですよ、うん、本当に毎日満席。僕が入ってから満席じゃない日ってドタキャンがあった日がなかったので、うん、その日でも台風だった、うん、で、まあ、パーテさんってやっぱりすごいスター性、うん、まあ、見るからにスターな感じで、オーラあるし、うん、なんか男が惚れちゃうよ、はいはい、ちょっと芸能人っぽい感じはありますね。そうです、うん、頭もやっぱり回転が早いというか。なるほど。だから営業中、まあ、カーテさんが何でも決めるんで、うん、もちろんカーテさんの考えをなんかインストールしないとやっぱやっていけないような職場だって、はい、うん、そこにマッチするまでにやっぱすごい大変だったので、だから1年半ぐらいはクソミソに言われてた、お前本当使えねえなみたいな。カーテさんのマインドをまず理解しないといけないってことですか。そうなんです。でも今までと違いすぎて、うん、体が硬直しちゃうんですよ、うん、だから違う世界に来ちゃったから、はい、今までの正解だったことが、うん、ここだと不正解になるので、うん、まあ、体硬直して動けなくて、うん、みたいな。本当使えねえなお前と毎日。でもそれもやめなかったんですね。それで体勢がついてたんで、メンタルの修行はそこで多分できてたんです、うん、なるほど。だからまあクソミソ言われてもなんか殺されることはないだろう、うん、死の危険は感じなかった。だからそれでやめることはなかった。変に強くなっちゃったんですよ。、うん、ポジションもなんか最初の洗い場みたいな、はい、なんかまあそんなに広いお店じゃないんで、うん、でカーティシブの横でなんかストーブ前に立って付け合わせ作ったりとか、うん、火入れ、うん、お肉を魚以外の火入れやるポジションとかについて、はい、まあ、それぐらいからなんとなくこう、まあ、カーティシブの動きながらサポートしたり、うんうん、そういう仕事ができるようになると、まあ、なんかある程度は3分ぐらいはいたんじゃないですかね。4年半以上は多分結構いましたね。クリスマス3回ぐらいだったね。うん、当時戸田さん、はい、戸田シェフ一緒でした、はい、あ、フルイデジュで働いてたんでしたっけ。戸田シェフもフルイデジュ、はい、僕より1ヶ月ぐらい早かった。そうなんだ、はい、で移転するっていう、あの今の店舗の前の店舗のところに移転するっていうタイミングで、うんうん、そのタイミングも29歳だったんで、はい、ちょっとワーホリが30歳、はい、フランスなんで、フランス行ってみたいなっていうのはやっぱりあったんで、うんうん、ちょっと迷ったんですけど、まあ、そのタイミングちょっとフランス行きますって言って。フランスはどこに行ったんですか。フランスは基本パリ、ね、パリなんですね。あ、どうでした、フランス日本と。僕は正直合わなかった。それ何が合わなかったですか。いや、そもそも、うん、海外が肌に合わないタイプなんです、うん、多分陰キャなんで、もともとネクラのタイプなんで、はい、海外の人って明るいじゃないですか。明るいですね、底なしに明るいですね。外でビールで、うんうん、ディスコで踊るみたいな感じなんですけど、うんうん、僕そういうキャンプじゃ全然ないんで、何が楽しいのこれみたいなので、うん、いやこれ俺合わないなと思って、うん、1年で帰ろうってすごい思って。じゃあなんか料理の勉強になったっていう感じでもなかったと。まあ、食材見たりとかは、まあ、やっぱりフランスの野菜美味しいな。全然違いますもんね、ハーブも種類。そうですね、まあ、普段出回ってる食材全然違うし、うん、でもなんか スキルの面で言うと、うん、まあ、そんなに何か勉強になったって言われる、うん、どうしても行かないといけなかったってわけでもないですかって気がしますね、うんうんうん、でもフランス語ちゃんと話してコミュニケーションを取って、はい、なんかその考え方をいろいろやり取りできれば全然違うと思う、うんうんうん、でもそれが東京に帰ってきて料理をやるっていう前提だったら、うん、なんか今必要があるかって言われると、うん、ちょっとわからないなって感じです、うんうんうん、1回もフランス行ったことないのにフランス料理やってますっていうのが、うんうん、やっぱあれなんかおかしいなって、うんうん、ちょっとやっぱ思うんですよ、はいはいはい、でそれでちょっと行ってみたかった、うん、
帰ってきて、で代々木八幡にナインストーリーズってお店が前あったんですよ。はいはい、カフェレストランみたいな、はい、でそこのシェフを探してるんだよってその鳥羽シェフからお誘い受けて、はい、でまあ、僕も全然経験浅いんですけど、うん、シェフでやってみたいなとそう思ってたんで、はいはい、どこでもいいからとりあえずシェフがいいってちょうど思ってたタイミングだったんで、うん、OK して、でそこでシェフで始めたってことです。あ、じゃあシェフもう完全、じゃあ料理を作る長になるってこと。そうですね、うん、そうか、僕が入る前は本当にカフェ、なんかお惣菜デリカフェみたいな感じで、カフェ、あ、今コーヒーとかに合うようなちょっと、そうです、ちょっと本当にサンドイッチとかパスタとか、あ、そういう感じなんです、ね、そんなレベルです。1500円ぐらいで、でディナーはなんかアラカルトでクラフトビールと、うん、なんか唐揚げのとか、うん、生春巻きとか、はいはい、ちょっとフレンチ要素を入れた和惣菜みたいな感じでやってて、うん、まあ、イノベーティブというか、はい、そんな感じで、で内装は割とおしゃれで、うん、なんかレストランでもおかしくないような、うん、で広かったんですよね、うん、なんか30坪以上あって、はい、席数も多分30席ぐらい常に、はいはいはい、で僕ミルフィーユがなんか妙にこう取り出されるんですけど、その店でミルフィーユを始めたんですよ、はい、カフェタイムを常設でやってたんで、うん、ミルフィーユそこで考えて初めて作って、で出したらなんかそれが妙にこうインスタグラムで取り上げられちゃって、うん、はいはい、でなんかミルフィーユ人生がそこから始まるなそのお菓子作りっていうのはそれまでしてたんですか。いや全くしてないですね。すごいですね。本当になんか本見ながら作るぐらいで。でもそれでなんか考えたんですね、ミルフィーユ1個。パリでお菓子屋さんも結構食べて、はい、ミルフィーユがめっちゃうまいですって言ってたんで、なんかその記憶がすごいあって、もともとミルフィーユ好きだったんで、はい、作ったことないけど、うん、まあ、じゃあミルフィーユやりますみたいな、気軽に行って、うん、そしてアメリカンチェリーの時期だったんで、はい、なんとなくチェリーを下手付きで並べたんで、はい、ちょうどインスタ映えっていう言葉がバズってたんで。なんか下手のついてたら可愛くないみたいな、うん、女子好きでしょこんなとこって言ってちょっと安易な発想で並べて、うん、でお店の SNS でそれアップしてたんですよ、はい、そしたら次の日いきなり朝一お菓子のブロガーの人が来てたらしくて、はい、で写真撮ってブログに上げたらしいんですよ、はい、アメブロで当時なんか 2,3 番目ぐらいに読まれてた記事で、うん、スイーツブログ で、はい、で急にそれ電話が鳴り始めて、はい、店のでめちゃめちゃ暇な店だったんですけど、うん、なんかミルフィーユ食べれるんですかみたいな問い合わせがわーってきて、ミルフィーユ目当てに、そう、それが僕の初めてお客さんでしたミルフィーユ一発目だからまともにちゃんと作れてなかったと思うんですよ、うん、なんか先に先行して売れちゃって、うん、スキルないのにどうしようみたいなやらざるを得なくなって毎日やってるうちにちょっと上手になった。不思議っすね。なんか僕って多分自分からこう、うん、何かを発信して、うん、イズムを発信するみたいなタイプじゃなくて、うん、なんか要望があるから答えてるうちになんかやっていくみたいな、うん、そういう感じ。そういうことですね。おのずとそうなっていったみたいな人生ですね。なんかそうそう、なんかもう答えられるからやってるうちに、でもなんか何かの本で、うん、なんか結局なんかかけた時間のリソースの分だけ人は物事好きになるから、うん、好きなことを仕事にするのが幸せではなくて、うん、上手にやれることを仕事にするのが幸せですよみたいな、うん、で本を YouTube 大学の中田敦彦さんの動画で見て、はい、これマジで俺だなって。フランスのガストロノミーってやりたいけど、うん、まあ、でもそれでご飯食べれる人って世の中はそんなにないし、そうですね、うん、実際確かにほとんどのお店がお金かけて、うん、東京でお店出しても、まあ、3年5年でどんどん食べてくるんで、であるならば、うん、まあ、好きなことはなやれる範囲でやって、うん、でそのミルフィーユとかでちゃんと利益出して、うん、経営としてはちゃんとランニングできるようにしたいなっていうので、うん、今言ったそうです、ね、自分ではそんなに意識しないけど褒められることが、うん、本当の得意なことらしいです、うんうんうん、なるほど、俺もミルフィーユだな、適当にやってるのにめっちゃ褒められるでもハマったんですね、それだから。なんかね、めっちゃ褒められるんで、でも僕自身は何が褒められてるかよく分かってない、うんうん、いや、よそのミルフィーユの方がうまくないんでこれ大丈夫かなって思うんですけどめちゃめちゃ褒められるんで、まあ、これが性に合ってるのか、うん、